また12月13日中山さんとついに合流して、フィルモアストリートというおしゃれなちょっとセレブ系なストリートにあるおしゃれなレストランを挑戦してみました。なんかさっき変な子供たちにゲイと勘違いされて冷やかされましたが、かなり怪しいですが、こんな感じで、こっちに来て一番アメリカらしいというかおしゃれなお店という感じでご飯を食べます。また来てください。